さんこんにちは、にゃわん研究所の秋先生と助手のお父さんと、今日はなんだべかんだべなんだべかんだべなんだべかんだべ、今回紹介するのは鬼滅の刃マグネットコレクションガムを紹介します。4つありますので、こちらの中で何が入ってるか確認したいと思います。結構袋が大きめなので結構でかいのかな、ね、秋先生はやっぱり猪之助ですか。うん。では開封しましょう。私はこんな感じです。裏はこんな感じです。マグネットは全14種類入ってるそうです。シークレットはないんだ。だけど猪之助はあるんだ。1個目、ゆつりちゃん、頭くっつかないな。よく見てみるとこんな感じです。2枚目、あ、全員出た。2枚目は全員が出ました。3枚目、あ、炭治郎。4枚目は炭治郎が出ました。なかなかのスケが出ないね。最後の4枚目、あ、煉獄さん出た。最後の4枚目は煉獄さんが出ました。今回紹介したのは鬼滅の刃マグネットコレクションガムを紹介しました。みんなもかっこいいから買ってみてね。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。